皆さんこんにちは。東近江市消費生活センターのこんちゃんです。しまくんだにゃ。はにこです。最近相手の恋心につけ込んでお金を騙し取る詐欺が発生しています。そこで今日は僕たちが国際ロマンス詐欺についてお話しするにゃ。最後まで見てね。それではよろしくね。大変や大変や。どうしたのシュマー君。そやかて大変なんや。にゃんこ堂の姉ちゃんがな、詐欺に引っかからはったんだにゃ。それは大変。どうしてそんなことになったの。それがにゃ、 SNS で外国人のお医者さんと仲ようならはってやり取りしているうちにお金を貸してあげたんだにゃ。にゃんでも世界を股にかけるエリートでイケメンにゃんだって僕みたいだにゃ。そんなすごい人がお金を貸してほしいって言ったの。そやねん。お父さんが病気になったから急に帰国することになったんだけど、辺境の地に赴任してるからATM が似合いらしいの。それですぐに返すから貸してくれっちゅうことになったらしいにゃ。でも全然返してくれにゃくて、そのうちまた貸してって話になって、警察に相談したら国際ロマンス詐欺だって話になったにゃ。あれ、にゃんだかはにこちゃん顔色が悪いにゃ。どうしたにゃ。どうしよう、私も同じような話をされているの。どういうことだにゃ。 SNS で戦争地域で働くお医者さんとお友達になったの。その人から急に帰国することになったから飛行機代を貸してほしいって言われているの。戦地は危なくて銀行に行けないからって。でも私にはそんなお金はないし、でも困ってるみたいだし、どうしたらいいかしら。にゃにゃんと、にゃんくろうの姉ちゃんの話と同じだにゃ。そうよね、なんか変よね。こんな時はこんちゃんに相談するにゃ。そこで僕たちはこんちゃんに相談することにしたにゃ。ちゅうわけで、はにこちゃんが大変なんや。やっぱり詐欺なのかしら。でも優しくていい人なのよ。写真だって送ってくれたし、一度テレビ電話でも話したのよ。うん、でもね、お金の話を持ち出しているところから国際ロマンス詐欺だと思うよ。投資話を持ちかけてくる場合もあるらしい。詐欺師はいい人ぶるんだよ。優しくしないと騙されてくれないからね。それから写真はきっと誰か別の人のものだし、テレビ電話の映像だって今は加工できる技術があるからね。そんな乙女心につけ込むなんてひどいわ。はにこちゃん、それよりお金は振り込んだのかにゃ。まだよ、だってないもの。それはよかった。金銭的な被害はないけれど、とにかく警察へ行って相談した方がいいよ。そうだにゃ、はにこちゃん相談しに行こう。僕も一緒に行くにゃ。こんちゃんありがとうにゃ。皆さんいかがでしたか。詐欺師は悪党の顔をしているわけでも、乱暴な態度を取るわけでもありません。むしろ耳障りのいい言葉を並べて皆さんに気に入られようと振る舞います。どんな場合でもお金の話が出たら一旦間を置いて考えましょう。みんな気つけてや。何かあれば東近江市消費生活センターに相談してくださいね。そうしてね。バイバイ。